岐阜県郡上市で男性がクマに襲われました警察と消防によりますと午前8時ごろ郡上市の糸代川の河川敷で30代の男性から釣りをしていたらクマに襲われたと通報がありましたクマは正面から男性を襲ったとみられ男性が持っていた釣竿を振り回したところ逃げていきましたが男性は左肩の辺りや額にけがをしましたけがは軽いすり傷とみられています 熊は成獣とみられ警察などが付近の住民に注意を呼びかけています。